おはようございます。黒バラ軍団のリノです。本日のターゲットホールはプリプリ600点さんです。朝の抽選入場の結果、170人ほどの中で123番でした。で、本日の立ち回りなんですが、本日がゴールデンウィークということもありまして、早い時間からお客様が、多くなり、立ち回りが困難になってくると思いますので、中に入って早い時間から、どういう形で動いていくかを決めないと、多分本日は多分勝てないと思います。なので、そういうことを考えながら本日は立ち回っていきたいと思います。で、前回までで自分の方が E ランクで2連勝しますので、本日勝ってランクを上げたいと思います。それではよろしくお願いします。もう123なので、もう本当にね、あの AT 機だったりとか、そういう機種選びが多分朝かなり、まあバジはやっぱりいけませんね。センコルも満席、コウモンチャマも、いや、やりたい機種やっぱり取れないですね。店内の状況を見て、今もうメイン機種で攻めれそうなのがもうアラジンだけになってて、まあ凱旋はまだまだ大人気なので、まあ満席ですね、こちらの方も。で、まあジャグラの方はもう全然空いてる感じなんで、こちらの方はもう、まあ、デメもそうなんですけど、以前も来てる時もガックーンがた、まあ、してたりとか、かなり、まあ、前代デメが変わってたりとかしてたので、こちらの方は対策だったりとか入れる傾向なかったので、本日は多分僕はジャグラに関しては挙動が出てる台以外は打たないですね。まあもうメインがもう全てですね、まあ、ほぼ全て埋まっちゃってるので、ちょっとリセット状況だけまず朝は確認します。剣になっちゃうんですけど、そちらの方確認しながらも攻めていくしかちょっと今ないので、とりあえずは剣に1回回ります。とりあえず一旦ちょっと簡単にちょっと説明しておきたいんですけど、多分僕の昨日の下見の段階で、まあ、A タイプメインで見るんですけど、まあ、こういう履歴、まあ、ここ156ですね。で、ここ116じゃないですか。まあ、高設定の濃厚で、これ高設定の濃厚を強いでるんですよ。で、また強いでると、で、離れてると、で、またこれが高設定みたいな。で、この隣を見ると分かるんですけど、履歴170、170、180、304と多分なんですけど、入れる場所、設定が入りやすい場所がその台ごとにあるっぽいので、で、こういう台がジャグラーで結構見受けられて、まあ、やっぱりこういう台ですね。1日前は117と、でこれも131なんですよ、レギュラーが。まあ、これも高設定濃厚になってくるんですけど、で、また119と、結局ずっと据え置くとかじゃなくて、2日やって下げて、で、こっちの隣ですね、また同じ力なんですけど、まあ、ここは126なんですけど、入る場所、上げ狙いとかじゃないんですよ。ここで1回へこんでても、ま、あ、ここでへこんでてもまた入ってたりとか、まあ、ずっととかなので、もう本当に入る場所、まあ、もう1台だけ400、258、190、150、157と、もう全然上げ狙いではないんですよ。なので僕の方は、まあ、もう本当に朝この稼働状況を見込んで、前日もしかして高設定だったかもしれない利益、これの、1日、まあ、2日間背負いてる台が結構多くて、
なのでこれを抑えたっていう理由なんですけど、今もちょっとアラジンでさえもあと空き台が2、3台ぐらいになっちゃって、今みたいな説明できないんですけど、まあちょっとデータだけで、まあこの台に関しても48、2日前も48とで、ハザードリも良好という状況があるので、本日のゴールデンウィークと加味して、であと稼働状況、メイン機種がもうほぼ打てないと、で多分ここから僕が県に回ってても期待値がある台が多分今日は本当に全然打てないと思うんですよ。打ててももう負けてしまったら取り返すまでの期待値を得れないと思いますので、アラジンですね、そちらの設定判別として、打とうと思います。じゃあやってみます。あ、この台は出目変わってますね。やっぱりお店の傾向として、まあ、結構出目を変えてるお店だと思いますので、まあこれは、リセット状況とかも関係なく見ていきたいと思います。まあ、リセットされてるかどうかとりあえずは、高額輸出を見ながら打っていくんですけど、まあ、まあやっぱり自分の番号で打ちたい台だったりとか、まあメイン機種、まあ5台設置機種だったりとか、今日は本当に設定狙いでちょっと行きたかったので、ちょっと結構難しい朝になっちゃったんですけど、まあこれも前日が本当に高設定だったかどうかは分からないんですけど、これ掛け行ったので、まあ、こう掛けの可能性は高いですね。まあ、AT 機にその今朝言った傾向が使えるか正直分かんないんですけど、まあ、まあ自分が昨日得たもの、自分がちょっと直感で思ったものをちょっと信じて、今日はちょっと設定狙いとして打たないと、多分本当に多分ダメな日だと思うので、まあ慎重かつ大胆に、まあ、本日は行こうと思います。159ゲーム単純に、これもう一回議事練欲しい。またゴーレムさんですね。次回予告と160ゲーム発展、これはいただいたんじゃないですかね。これで、すみません、165ゲームでチャンス目ですね、ジャビチャンス目で、なんかちょっとなんか偉いの来ましたね。すごいっすね、これで166ゲーム、これ弱チャンス目からの分ですね。今次回予告が白水しちゃったんで、結構すごいショックなんですけど、ここもまた強攻撃食らってますね。で、またダメと、で170ゲーム、タンチェリー惜しいですね、これ。あ、デカポンなんで、デビルレディなんで期待度高いですね。あ、これで確定ですかね。175ゲーム、マルチチャンスですね。投資の方が、350枚。
まずね、今の次回予告外しちゃったんで、まあちょっと乗ってなかったんですね。しかも闇からですね。もうちょっと探知確率かなりアップしてるんで、とりあえずこれ欲しいですね。これは熱いですね。ここで探知と、残り10ゲーム切ってるんでね、ちょっと欲しいですね。ここはこの人強い人ですね。今ブルブルしましたね。ブルブル、これ探偵なんで、これいただいたんじゃないですかね。ここでスーパーラちゃんですかね。ラスト残念ですね。単発で、また熱いの来ましたね。これ熱いですね。これ探知と、残念ですね。これのアラジンチャンスは190万の獲得で終了です。まあ上の方だと、上の設定ですね、そちらのざっと、ミドルに移行しやすいので、なるべくは、連チャンしてくれるのが嬉しいですね。79ゲーム、ラクダ。ラクダからですね、引き戻しと。引き継ぎで347枚の獲得で終了です。18ゲームジャキチャンス目。これ熱いですね。あ、探偵この、あ、これで行きますね。ジャグチャンス目から、18ゲームの、ジャクチャンス目からだったんで、まあ、最低保証は終わってからって感じでしたね。あ、もしかしたらミドル、まあ、今子役からですけど、まあ、あまり弱系からいかないんで、って考えたらミドル上がっててもおかしくはないかなって感じはしますね。ここも走り切っちゃいましたね。ちょっと思ったないですね。で442万の獲得に終了です。
満席に近い状況で今打てる台とかないんですけど、今状況が状況なだけに、一旦ちょっともう一度周り見て状況を把握したいと思います。このアラジン S2 なんですけど、当日7の5ですね、343回転、こちらの僕が見てる時に、ミドル結構引き戻しが多く、初当たり1回なんですけど、その後、白の音を2回スルーしてる台で、前日がこういう状況ですね、初当たりとかなりいい状況で、今日も、自分の台が結構弱いのと、この状況台が状況いいかもしれないので、こちらの方映って、性判別したいと思います。先ほどの台もミドルに行ってた可能性はあったので、悪くはないんですけど、こっちの方が、状況は悪くなさそうだったので、あと確実にその朝言った状況ですねもうあるので、それに期待しながら打ってもと思います。272ゲーム完成。これで試練ですね。283ゲーム。ようやく来てくれたかもしれないです。ここで3試練ですね、ようやく行けました。ザクチェリー328ゲームゴールスト。これは厳しいですね。ここでまた単純です。またゴールですね。ここで確定ですね。335ゲームアラジンチャンス。投資の方は400枚です。結構伸びてくれたんで、解除したかったんでよかったです。アラジンチャンスは148枚の獲得で終了です。これはアラちゃん降格ではないので、47ゲーム発見。今度はモンが降りてきた。最終コーラを通過で50ゲームザクチャンス目 でここで、またチャンスの試練ですね。
77ゲームタンジェリン2連続でタンジェリンでゴーレムと、ここで確定ですね。81ゲームアラチンチャンス、ギリギリの持ち球ですね。また闇で走り切っちゃいましたね。この AC は、すいません、アラジンチャンスは145枚の確率で終了です。自分が打った中だと、ハザー当たり2回はフレンチャーには繋がらずと、まあミドルでもロングでも落ちてしまうときは落ちてしまうんで、まあ見分けはつかないんですけど、まあ単チャからだったりとかは、まあ何かしらに繋がってるので、まあ引き続きこの台を設定判別として打っていきます。166ゲーム強チャンス目から疑似連、赤なんでチャンスアップですね。これマジカルチャンスですね。171ゲームマジカルチャンス、ここは欲しいですね。リプレイから2個いきましたね。これ熱いですね。でもサンチェと、それであと1個で1ゲーム、これはさすがにいけるでしょう。ここで確定から残り9ゲーム、600枚ですね。これも走り切っちゃいましたね。218枚の額の終了です。朝から結構初当たり自体は引いてるんですけどね、全然伸びてくれないですね。140ゲーム試練のと、まあ今のところ自分はタンチェリーが3の3で試練のとですね。で今日チャンス目から1分の1でマジカルチャンス、
初当たりからの連チャンは3の0と、まあ本当に良くも悪くもって感じですね。168ゲームパチェリちょっと偉い感じの枠ですね、これ。チャンスよ。ここでまたプラス10ですね。これ多分先ほどの3チェーンですね。じゃあラジーチャンス174ゲームです。総投資の方は700枚。このアラジンチャンスは134枚の獲得で終了です。自分の方が探知が4と4で試練が 4回とマジカルチャンスはないですが、外れてはないので、まあ、弱い要素ではないですね。強い要素ですね。残念ですね。お、なるほど。ここで疑似連です。試練の塔の生き物しですかね、これはだと思います。これ生き物しなんで、これも設定差あるところなんで、これが試練の塔の生き物しですね。で、炎ステージと、やっぱり挙動は全体的に悪くはないんですよね。まあむしろ、まあ、ミドルとかそういう部分はまあ確定しないんで、見れる部分がやっぱ結構強いかなと思いますね。209ゲームタンジェリー211ゲーム発生。そろそろ欲しいですね。215ゲーム発生。これで当たりましたね。219ゲームアラジンチャンス。投資の方が950枚。で、闇ステージからですね。ここでタンジェリと、ここでジャックチャンスです。復活と、ようやく来てくれましたね。ここで団地で復活したっぽいですね。ここでレア役ですね。いやー、継続ですね。
続ですね、これで。いやー、残念ですね。サンセットでした。ここで暫定でバトル。216枚の獲得で終了です。ここで、強調娘だいたいサンチェとかじゃないと8ゲームが最高最長伝統だったと思うね。結構暑いですね、全長は。ここで強ちゃん詰めからの引き戻し。ここでチャンタンチェ。で発展。これで当たりましたね。継続ですね。じゃあジャグチャンスマンの継続確定ですね。ちょっと危なかったです。これは大丈夫ですね。大丈夫じゃない、大丈夫じゃなかったですね。まあ、最後に来てる場合もあるんで。いやー、また3セットですね。いやー、伸ばしきれないですね。でもまあ頑張ります。ここでタンジェリン、魔人対決なんて熱いですね。これで確定ですね。ギリギリのところですね。
3番ですよね。でこれで残り1ゲームなのでこれで終了ですかね。で引き継ぎで471万の獲得で終了です。で今この台回してきたんですけど、単純が8分の5、1回2連続で引いたのもあったのでそれ1回なくして8分の5で試練が5回でマジカルチャレンジはなしで生き物しマジカルチャレンジは強チャンス目から1の1で生き物しが1の1と偶数要素は結構高いんですけどトータルバランスと、AC 広角そちらのは結構弱いので、まあ、この台は偶数下の方の偶数の自分の方は見切って、次の台を探していきたいと思います。の7日間ですが当日341ゲームこちらの400までゾーン狙いで打ってみたいと思います。3ゲーム8点でここで復活と377ゲームボーナス確定と。84枚の獲得で終了です。1ゲームからちょっと煽りが来てるので回します。カップルですね。6ゲーム8点。真相究明とリーロックザクチェリーですね。18ゲーム8点。当たりましたね。多分天国準備ですかねから当たって天国に飛んだ可能性が高いのでこのまま、終わった後も100ゲームまで回していきたいと思います。4枚の獲得で終了です。6ゲーム8点。8ゲーム新速決め D6。6からスイカ。17
が出てくると思います。まだ天狗グループですかね。最後にチャンス目ですかね。で、いや残念。いや3回ボーナスでいけたんですけどね、いけなかったですね。こちらの方、116競馬で回したんですが、全長冷やせなので後ろ台はやめて次の台を探しておいと思います。まあ、リングの方終わってホールの状況を見てるんですが、まあ、設定に関しては以前僕が2ヶ月3ヶ月前ぐらいに来た時とちょっと似てて、手前角がかなり強く、手前位置にメインに結構出玉と、まあ、粘ってるお客様が結構多いので、まあ、前日の下見の状況では見れなかったんですけど、まあ、今日に関しては、まあ、そういう場所が強いっていうのが今分かるんですが、やっぱりちょっと悪気合いもなく、まあ、当日の、まあ、これから当日のゲーム数だったりとか、まあ、挙動がいい台が開けばもちろんそういう台を打てようと思います。天性の賞なんですが、当日450アベシですね。こちらの、500のゾーンまで、回してやるか、続行するか決めていきたいと思います。まあ、今状況的になんですけど、もう変わらず、ジャグラー8割以上、 ATART 機に関しては9割方もう埋まってる状況で、まあ、挙動が強い先ほど言った手前の方だったりと、もうもちろん開く気合もなく、当日の期待値がある台も僕のタイムに等しいので、まあ、こういう台普段だったらもちろん打たないんですけど、とりあえず560見て、まあ、B だったらすぐ、まあ、期待値はあるのでそこだけゾーンだけ見たいと思います。421ゲーム555アベシ発展、これは全長来ちゃってるんで、来ちゃってるのでこれが抜けたらやめようと思います。440ゲーム574アベシスイカ、575アベシアテン、ダメですね。578アレ締め、ちょっとこちらの分だけちょっと回します。460ゲーム590アレ締めですね。惜しかったのか惜しくなかったのかみたいな提案になっちゃいましたけど、まあ、ちょっと早めの雨しちゃったら多分やめちゃうと思います。
山上市まで。自分で電話入れちゃってってやるじゃないですけど、726安倍市までなっちゃったんで、周り見てきたんですけど、期待値あるだったりはないので、こちらの方もう A の方向ですが、当たるまで打っていきたいと思います。だったりは安い台が、ああいう台が打ててやっとで、まあ、今からもそういう台が育つ見込みもなく、まあ、本当に悔しいんですが、本日はこちらの方で実戦の終了にしたいと思います。お疲れ様です。実戦の方終了しました。本日の立ち回りなんですが、朝一から、試行錯誤しながら設定狙い、ゾーン狙い、天井狙いをやったんですが、身になることはなく、大敗という形になってしまいました。で、本日の結果なんですが、投資の方が1750枚、回収の方が0枚、サマイスの方がマイナス1750枚でした。
本日、ランクアップをかけた、一戦で、結構大事な一戦だったんですが、勝つことはできず、それでも、次回、切り替えて、勝ちを目指して早くランクアップをしていきたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。